まずは今のお話ありましたように2020年の東京オリンピック、はい、パラリンピックなんですけれども、はい、まずはその1964年のですね、そうですね、時の東京オリンピック、もう50年のね、先立ちましたね。あの時の先生はどこにおられ、東京にいらっしゃいましたか。私はですね、1964年、ちょうど山梨というですね、小さな県の放送局にいましてね、それでやっぱり人間やっぱり、胃の中の蛙じゃいけないというんで、東京に出て、なんとかテレビの時代だからそういうもので一つ成り上がりできるように頑張ろうというようなことで、ちょうど山梨から出てきて25歳でしたね。それで東京に出てまいりました。小倉先生はちょうど私と世代が同じですので、当時はもちろん新幹線もまだない頃で、まあ一生懸命電車に揺られて東京へ4時間ぐらい、当時は山梨から時間がかかりましたけど、実際に競技場にいらっしゃったですか、やっぱり代々木はですね、ですからオリンピックっていうものが日本で開かれる、そして東京でやるんだっていうのは我々はもうニュースでしか分からなくて、それで国立競技場っていうのを見たら、すごいですねってこう思いの中でため息ばかりでした。それでちょうどテレビが中継なんかもするようになりましたね。で NHK が中心にやったんですけども、まあ、その入場行進なんかを見ながらもう釘付けになりましてね、もう昭和20年に日本が、戦争が終わって、それからわずかな時の流れの中で、そして都市開発も進んで、いっぺん返上しましたし ね、はい、それでまあいよいよ戦後でこんなに早く日本という国はすごいなって、先人たちの力をね、びっくりしました。当時池田さんが総理大臣でね、池田勇人さんでした。それでその、人のガラガラ声で、とにかく所得は2倍にしてなんていう演説がありましたがね、そんなこともものまねなんかをしましてね、ちょっと森重さんの私憧れの方だったもんですから、森重さんのお話なんかしながらオリンピックを見ておりました。もちろんアベベのね、もうマラソンは釘付けでした。それから三宅兄弟、東洋の魔女ね、すごいロシアとのソ連と、当時はソ連ですが戦い、まあ、日本選手団の頑張った体操の姿、小野さんたちですね、いろんなものをこう見ながら、スポーツってのはすごいんだなってこう思いました。パラリンピックはまだ当時は、ね、ほとんど知られてませんでした、ね、私たちは知られてなかったし、私自身も健常者でしたから、まあ、当事者ではないというのはこれが健常者の悪いところでですね、まさか自分が障害者になるなんてみんな思ってはいないんですね。で、まあ、そう思いつつも、じゃあ障害者の問題に理解があるかっていうと、まだまだ当時はそんな理解は皆目なくてですね、だからパラリンピックっていうものがあったのかいな、どうなのかなっていうのは、やっぱりそんなマスコミの取り上げ方もですね、非常におだなり的でした ね、まあ、大分とかね、地元の新聞がね、ちょっと ね活躍した選手のことを、まあ伝えたことは、ありましたけど、ね、大分の太陽の家っていうのがその後作られて、それからそこに中村豊先生っていう方がおられて、でこの方がストックマンデビルのそういうスポーツ、障害者スポーツを見てこられて、でこれで日本もそういう障害を持った人たちがスポーツをしなくちゃいけないんだっていうことで、ですから言ってみればあれが最初のパラリンピックになるんでしょうかね。そうですね、まあ、一応インターナショナルパラリンピックコミュニティの方では、はい、その前のローマでですね、はい、同じところでオリンピックとパラリンピックが行われたというので、まあ、第1回のパラリンピックは一応1960年だと、まあ、一応、まあ、インターナショナルパラリンピックコミュニティの文書にはそうなっていますけど、ローマ大会で、がそういう最初、ただそのパラリンピックという言葉がですね、世間に非常に知られるようになりましたのはやっぱ東京から、東京からですね、まあ、そういう意味では日本人というのは、まあ、一人一人の力がね、やろうと決めたことは徹底的にやる国民性がありますからね、そのパラリンピックも大変成功だったと、後々障害を持って、そのパラリンピックに出た連中と、
信仰を持つようになっていろいろ話を聞いて、先生はいつのパラリンピック、ね、ロンドンいらっしゃいましたか。いやいや、ロンドンは行けませんでした、どっかのパラリンピック、中国とかそれからオーストラリア、この辺りはですね、シドニーとか、あの辺でいらっしゃった、ご覧になったですか。それはあの見に来ましたけども、パラリンピックのですね、ですから当時の私はまだ25、6歳の、若者でしたので、まあ、オリンピックには興味ありましたがね、あのパラリンピックには全く興味がなかった、恥ずかしいことですが、今そのご承知の通り、まあ、百もご承知の通り、その日本もね、高齢化社会になってきますから、ある意味では高齢者っていうのはみんなそれぞれですね、まあ、いろんな障害をですね、まあ、持ってる方も多いわけですから、そうですよね、まあ、健常者といってもですね、まあ、障害者と健常者というのは、まあ、ある意味では一緒のですね、ですから健常者は予備軍なんですよね、まあ、ね、ある意味ではそうです、あの早く障害を持つか、老いてから足腰がいわゆる耳が遠くなる、目が不自由になる、いろんな物忘れが起きる、いろんな病気を持つ、それからあの足腰も悪くなる、これも障害ですから、ですから、まあ、私は36歳で障害を持ちましたが、それはもう高齢化時代の今問題は障害者問題なんですね。ですからその障害が重いということで介護保険制度とかこういうものができたわけですから、まあ、そういう意味では高齢者にとって住みよい町は障害者にとってもいいし、障害者にとって住みよい町は高齢者になって障害を持っても嘆くことはないと、まあ、いう思いに立ちますとね、これはもう全ての万人のためのやっぱりこういう、まあ、赤ちゃんのね、の持ったお母さんというのもある意味ではね、大変ハンディキャップを持ちますからね、ハンディキャップを持ちになってるわけですからね、そういう意味で広い意味でですね、そうですよね、まあ、2020年を契機にですね、まあ、町をね、そうです、いろいろな意味で、まあ、意識も人の意識も変えないかんと思っておりますけどね、まあ、本当にあのオリンピックパラリンピックというのが、昔はオリンピックオリンピック、パラリンピックはパラリンピックってこう庭けのところがありましたが、今はもうオリンピックパラリンピックというのが一つの言葉になりましたからね、ただですね、その通りなんですけど、どうも私はその言葉の上で皆さんオリンピックパラリンピックで一緒におっしゃるんですが、実際にですね、じゃあパラリンピック知ってるかっていうとご存じないしですね、そうなんです、ましてやんやですね、大いにそのために何かやろうっていう方はね、本当に熱意のある方はごく少数いらっしゃいますが、必ずしもよく知られてないんで、このパラリンピックのことを社会にですね、もう少しこう啓発するって言いますか、知っていただくにはね、どうしたらいいかと、それはあのまさにあの小倉先生が代表を務めるパラリンピック研究会がここにありますけれども、このパラリンピック研究会でいろんな方が、まあ、当時を振り返ったり、またどうすべきかというお話を私も朝の勉強会に出席をさせていただきながら、今も私自身も勉強しているんですけれども、まあ、そういう意味ではやはり啓蒙啓発がもう大切ですし、マスコミも若干ですね、やっぱりオリンピックと同じようにパラリンピックというものも大切なんだということがですね、あのいろんな意味で報道されるようになりましたので、それはそれで良しとしながらも、まだまだオリンピックが、そうそう、あの富士山のてっぺんならパラリンピックはまだ1合目じゃないでしょうかね、これからだんだん1合目からみんなが登っていって、そして、2020年にはみんなで頂上の頂からですね、万人のための東京オリンピック、パラリンピックとして世界の皆さんを迎えたいですよね。まあそのオリンピックでもそうでございますけど、まあ、一流 の, その金メダリストとか一流の選手はある意味でその富士山のですね、一番上の頂点の方、ただまあ普通の方がなるべく多くでスポーツしていただきたいと、この裾野を広げるということになりますが、特にそのパラリンピックの場合はそのパラリンピックの選手をですね、育成すると、まあそのトップアスリートですねという面と、なるべく多くの方にですねスポーツを楽しんでいただきたいという障害者の方もですね、というその裾野を広げる面と両方なくちゃいかんと思うんです。そうですよね、両方一緒にやるというのはですね、なかなかこれ難しいと思いますが、でもその点どう考えますかね。まあ、国もですね、今までのその厚生省が、障害者のスポーツは所管をするという時代からですね、いよいよ文科省に移りましてね、さらに文科省にも今度オリンピック庁、スポーツ庁みたいなものもできましたのでね、これはもう世論も含めてやらざるを得ないと思いますね。でそれじゃあどうするかっていうと、やはりそれはトップアスリートはトップアスリートでしっかりとメダルを目指して頑張ってもらいたいけれども、まあ、そうした皆さんと一緒にやっぱり裾野も広がっていって、どんなに重い障害を持っても、あるいは年を置いても、スポーツの力っていうものは人間の健康にとっては欠かすことができないわけですから、まあ、そのためにお互いに協力し合う、それは
向こう三元両隣の小さな枠の中でも、あるいは教育の中でも、あるいはまたいろんなその民間企業の中にも、いろんな組織の中にも、私はこれからあと5年ありますから、あの広げていく、そのために私たちも先陣を務めたいというような思いで、まさに小倉会長と同じ気持ちでですね。そのアスリートの話なんですけど、その今非常に大きく問題になっておりますのは、仮にまあ金メダリストだったとしてもですね、じゃあその後どうなるのかという選手のそのキャリアのですね、まあまあキャリアパスともしますかね、そのこれからどういう人生計画を作るかという点でいろいろ悩んでおられる方もね多いわけですけど、確か安田先生はその NPO ですか、作られて、そういうその選手のまあ、なんて言いますか、育成の、はい、そのしかもその人生功労ですね、そうですね、いろんな意味で企業の支援を受けたりしながらやろうという、そういう活動を、ね、しておられますが、その選手の育成の一環として、やはりそういうその就職とかですね、それからその経歴、をこれからまあその生かしていくというですね、その社会として全体として支えていかないかんと思いますが、そのためには企業の方もですね、関心を持っていたらいかんし、選手の人も自分をさらに訓練しなくちゃいかんという面もあると思うんですけど、そうですね、その点ですね、いかがこれからやっていくんでしょうかね。まあ、日本には障害者雇用促進法というのがありましてね、で、まあ、100人以上の企業は障害を持った人を、まあ、2%、つまり100人の中に2人は障害を持った人を就職させなさいという法律があるんです。法律はあるんですけども、それを満たしている企業っていうのは全てじゃなくてですね、だいたい満たしている企業が今 46% ぐらい、ですから半数までいってないんですね。そしてじゃあ満たせてない企業はどうかっていうと、1ヶ月5万円の納付金を政府に納める仕組みになって、お金を納付しますから障害者の雇用は勘弁してくださいという感じなんです。でこれじゃいけないですよね。そこで私はこれももう一つの NPO で、日本にいるその障害を持ったアスリートたちの仲間にやっぱり練習をしてスポーツを楽しんで、しかし、家から姉から父から母からお小遣いをもらって、それで生きながら自分で稼ぐということができなくて、ただそういうものにすがって自分がスポーツの練習するっていうのはもう非常に忍びないと、こういう声を聞くもんですから、じゃあ企業に障害者アスリートを雇用していただいて、それで雇用していただいて、その企業の PR のために障害者が頑張ることによって他の社員にも刺激になるんだし、そういうその道を作る NPO を作ろうということで、今綱広っていうですね、綱広、お互いにつなぎ合わせて広めていこうっていう、まあちょっとダジャレ的なんですけども、綱広っていうグループって、毎週毎月1回ですね、企業の皆さんを呼んで、そして障害者アスリートを紹介するんです。あ、そうですか。そして何よりも2020年を目指して、我々が障害を持った人たちのスポーツマン、アスリートを皆さんの企業にご紹介していきますから、ぜひ企業の皆さんも障害者の、スポーツをやる障害者はガッツもありますし、企業にとってももう他の社員の刺激にもなるから、絶対あなたの企業にとってマイナスにはならぬ、プラスこそあれマイナスはない、というようなことを言いながらですね、その啓蒙もやってるんです。これは合わせてアジアの国々にもそういうことのですね、伝達をしながら、そのスポーツと就労ということはこれはもう一体のもので考えながら、やっぱり自分で働いて、そしてその余暇をスポーツに使って、あるいは企業の理解をもらって、そういうスポーツとして2020年を目指すという、そういう仕組みをですね、ないと、今の障害を持ったアスリートたちは誰からの援助で、まあ、悪い言葉で言うとお恵みで、自分の好きなスポーツをやってるっていうケースの人が多いんですね。ですからどうしても一握りになっちゃう。そうですね、一握りのアスリートになっちゃう。会社にですね勤めるとか、そのそういう、そこで、まあ、自分の体験をさらにですね、ご本人にとっても、また会社にとっても、社会にとってもいいように活用していただくというのも非常に大事だと思いますが、他方ですね、私はいろいろこう研究しておりますと、他の国ではですね、その障害者の方のコーチとか、それは障害者ご自身であったりですね、そういうその障害者の方の選手がコーチになる、監督になる、
あるいはその学校の先生になってですね、そういう障害者スポーツを教えるのことについて教えるとか、そういうある種のまあ企業に勤めるのではないもう一つの道がね、かなりこうできてたんですが、日本はまだまだですね、障害者スポーツのコーチはむしろ健常者だったんですね、まあ、それから監督さんとか、あるいはその学校の先生でも障害者の方が障害者スポーツの講義をしておられるというのはほとんど聞いてないんですね、ですからそういうまあ別の道もですね、こう作っていかなくちゃいかんと思うんですけどね、で障害者自身 もうトップアスリートになっていきますと指導力もおのずと育っていきますのでね、まあこれは障害を持つとか持たないとかは別として、まあ、一つのチームとして、まあ、健常者でもいいと思います、女性でもいいと思います、当事者でもいいと思いますが、まだまだその障害者スポーツを育成する機関がですね、国の力も弱い、それからまあいろんな組織の中も、別に補助金が、連盟を作ったから来るとかあるとかというものがない、そうするともう理解ある方々に廃品回収したりバザーをしたりして、その練習の費用を捻出したりするというような涙ぐましいところもあるんですよ。だからそういう意味ではもっともっと都道府県も含めてもちろん国の責任において、今度はスポーツ省も出るんですから、障害者のスポーツ団体にはこれだけの補助金がありますと、だからガンガン練習して2020年目指して頑張ってくださいってぐらいに遠藤大臣には言いたいですね。なるほど、その今ですね、その選手の、ね、育成という話もありましたけども、それからそれに対してやっぱり国庫とか国もですねしっかりしないかんという話もありましたが、ありましたが、2020年の東京オリンピック・パラリンピックが何を実現すべきかということを考えましたね、その機会にバリアフリーと申しますかね、まあ、非常に広い意味での、まあ、バリアフリーという言葉がいいかどうかは別としまして、アクセサビリティとかいろんな表現の仕方ありますけど、まあ、いろんな意味で非常に住みやすいですね社会に作っていくと、これはまあ心の問題もあれば物理的な問題もあると思いますが、吉尾先生はそのバリアフリー法を作られるときに非常にご尽力されたと聞いておりますが、今のこの時代になってきますとね、さらにもう一歩あれをこう進めなくちゃいかんというふうにも感じるんですが、その点どういうふうに進めていったらよろしいですかね。あれはですね、二階俊博さんという今自民党の総務会長でいますけど、彼がちょうど、国交省大臣の時に私がちょうど郵政大臣をしておりましてね、で彼に私がとにかくあなたが実績を残すなら、今党の中にもそのバリアフリーの研究会みたいなのあったんですよね、僕当時自民党でしたから、だけどそれが法律にしようっていうなかなか機運はですねどうしてもなかったもんですが、彼は保守党っていう別の政党でしたから、その人が自民党の小渕内閣に入ってきたもんですから、あなたは自民党じゃないんだからあなたの力で思い切ってバリアフリー法っていうのをやったらあなた歴史に名を残すよと、こう私もけしかけましてね、それからやろうと、やろうってことになりまして、バリアフリー法っていうのができるんですよね、障害者高齢者にとってのまちづくりの法という、まあ、日本の言葉ではバリアフリーとは言いませんが、まあ、そんな法律を作ったんですね、で当時はやはり賛成反対たくさんあったもんですから、反対ありましたか。ありました。それはやはり日本は国土が狭いし、国土が狭いところに窮屈なビルが建ってんだから、それを全部スロープにしろだのエレベーターを設置しろだの、これは大変だよってのことを言われたりしたんですね。でもこれから作られる公共物、準公共物は全ての人が利用できるように設計施工されなければならない、ましてや国が補助金を出すような建物、準公共物は必ずその見返りとして駐車場の問題とかトイレとかエレベーターとかアクセス部にしなければいけないということを盛り込みながらですね、なんとかそれが法律になって、今がそれが15年ぐらい前の話です、15年、ですからもう当時はそれが精一杯でですね、したがって表通りだけはバリアフリーなんです。しかし人間の24時間暮らしている裏通りは全然そのことは触れてないんですね。ですからまあ当時例えば山手線も含めてですね、乗り物は地下鉄なんかも世界一と言われておりましたが、もう階段が60段70段でもう過酷なものでした。
だから私たちはもう見るだけだったんですけども、まあ、そういうところに新しく作る駅には必ずエレベーターが、うん、お年寄りのためにも障害を持った人のためにもそれはもう、うん、あの作るってことを原則にしながらですね、うん、まあ、表通りだけはバリアフリーという姿だと今私は思うんですけども、うん、これからやっぱりそのソフトの面のね、バリアフリーの改正はしてほしいなという思いは強く持ってますが、うん、私もうバッチ外してます、ね、バッチ外してます、ね、その方がしかし運動していただくのやるしいんだ、もうですからガン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 本音を言いながらですね、今あのお願いをしております、さて、もっといい形のですね、あのバリアフリーになって、で東京というこの世界でも有名なこの大都市は、まあ、かなり便利にできてるんです、うん、便利にできてますので、もっともっと世界からたくさんの皆さんをお呼びするにはそういう表通りだけではない裏通りも含めた、ね、バリアフリーというものにそうです、ね、やっぱりソフトの面で力を入れてもらいたいと思いますね、うん、確かに。つか当時はねなかなか抵抗があったんですよ、うん、そんなに抵抗ありましたかね。ありました。でアメリカでは ADA というですね、ね、素晴らしい障害を持ったアメリカ人口っていうのができたもんですから、まあ、日本でもじゃあ ADA に、の孫ぐらいかななんて言いながらあの障害者基本法というものを、あの私橋本龍太郎さんと一緒に作らせてもらったり してですね、まあ、一つ一つは変えて法律でも変えてきたんですが、しかし肝心要の移動という点ではまだまだ日本ではバリアが多すぎて大変だと思います、ね、まあこれだけしかし高齢者がね増えているわけですから、はい、ある意味ではねそういうことはですね、何もその障害者問題を超えましてね、いろいろな社会全体の問題として、ね、取り上げる契機に、ね、なると思うんですけど、私はもう一つその実はその社会の意識ですね、これも 大事だと思っておりまして、例えばあの駐車場に参りますとね、こう障害者の用の、ね、特別なスペースがありますが、あれを普通の人が、ね、勝手に使ったりね、そうしてる人も結構おりますね、そういうその意識もね変えていかないかんですから、あの笑い話みたいですけどね、あの公園なんかにも車椅子用のトイレなんかも最近できたんですね、ところが、ずっと開けっぱなしですよね、そうするとそこにですね、少年少女のたまり場になったり、それからそこでタバコを吸ったり悪いやつはドラッグをやったりなんてのことで地域の評判が悪くなってですね、結局その公園にできた車椅子用トイレは鍵をかけることにしたんですね。そしてそこのトイレの入り口にですね、この公園のトイレを使う場合には30分前に連絡をしてくださいっていうねことの表札があるんです。30分前ですか、ね、だからまだその辺なんですよ。ですからまあ、そういう意味ではまだまだ国民自身が障害を持った人たちに理解があるかというと、無理解ではないけれども、未理解、未理解ね、未理解というところなんですね。ですからこういうことも我々自身ももっと啓蒙して啓発して障害を持つということはこれはもう決して全ての人の問題なんだし、いわばもう車椅子になったってことは一つの個性だから、この個性のために、ぜひ理解をしてもらいたいし、ご迷惑かけることもあるかもしれないけれども、我々はいつも感謝しながら、皆さんがスロープの代わりをしてくれる心を持ったり、あるいは点字ブロックの代わりをする、心を持ったりして、そういうバリアも心のバリアも取り除きながら、まあ、町全体も高齢化時代になればなるほどですね、そういう便利なバリアフリーっていうことは、もうこれはもうこれから の、ね、人間社会は一番大切なことだと思いますね。いや、その今その広い心ということをおっしゃいましたが、その広い心という観点から申しますとね、私はその東京オリンピックパラリンピックで日本が金メダルいくつ取るかということも、もちろん日本国民の一人として大事だと思いますが、しかし私はよく申し上げてるんですが、今オリンピックだけを見ますとね、大体3カ国の半分ぐらいなんですね、メダルを取れてる国は。まあ、してみれば金メダルを取れてる国はですね、大体3カ国の4分の1ぐらいの国なんですね、はい、でまあ非常に多く、まあ、2、3の国はまあ金メダル、ある意味じゃ独占か、まあ、寡占状態に近いようなことをしてます。ということは何を意味するかというと、東京オリンピックパラリンピックでは今までメダルを取ってこなかったような国がメダルを取れるように、あと5年日本がですね、はい、まあ、世界中がいろんな意味で
そういう国のスポーツを助けて、まあ、助けるという言葉がいいかどうか別としまして、一緒に手を携えてですね、進行していくという精神が非常に大事じゃないかと思うんですが、私のお聞きしたところでは、八代先生は長らくですね、ラオスとか、はい、カンボジアとかですね、あの辺の東南アジアの、はい、まあ、特に障害者スポーツのですね、はい、進行に、努めてこられたと、はい、伺っておりますが、何かそのどういうご縁でそのあの辺のことに特にご関心をお持ちになったんですか？私はラオスという国が大好きでしてね、これはあの、私の生まれ故郷が山梨県というところで、海がない県なんですね。ですから農業国で、ラオスという国も海がないんです。あ、そうでした、もう北に中国、西にミャンマー、南にタイ、それから東にベトナム、あの赴任されたベトナム、それからカンボジアですよね。ですからあの国の障害を持った人たちっていうのは、国ももちろん社会主義の国ですけども、あの障害者の問題、福祉の問題の負の字もない国だったんですね。ですからしかし、あのもう四季折々の果物や食べ物は豊富ですから、餓死することはない。となると家族が全部障害を持った人たちを抱え込んでいる、まあ、これも美しい話ですが、しかしそういう状況だから、なんとか障害を持った人たちにあのスポーツか何かを教えてもらって、あるいは働くという意欲を持たせてもらうようなプロジェクトをお願いできないかって、当時ポンメイクさんというですね、私と同じ年なんですが、もうあの退任されましたが、保健大臣がおられまして、でこの方が私がアジア太平洋の障害者インターナショナルの会長をしてたもんですから、訪ねてこられて、でラオスの実情を聞いたんですね。で私お伺いしまして、で広く障害を持った人たちを集めてお話をしながら、一人一人に聞きますと、やっぱりみんな表に出たい、友達を作りたいと、何か自分でもできる仕事があったら、あの技を磨きたい、何よりもスポーツは見るものだという意識しかないから、何か自分でもやれるスポーツがあるかもしれないっていう話をいろいろ聞いて、じゃあスポーツとその力で仲間を作って、それから練習をしながら、勝つことの喜び、負けることの悔しさ、練習することのしんどさ、汗、こういうものを体感させて、そして友達で作って、チームの輪というものを作って、でそういうことでモチベーションが上がっていくと、おのずと今度は働くという意欲の中にこの人たちを動かしていけば、彼らもきっといい仕事をするだろうと、こんなふうに私考えましてね。そのことをあのずっと実行してきたんです。そして今ですから、あの車椅子バスケットボールチームというものをまず試金石的に、そのラオスに作ったんです。でも車椅子乗ったことがないポリオの若者たちが車椅子って初めて乗って、車椅子バスケットをやって、バスケットっていうのは知ってますから、そのやり方を教えて日本からコーチも派遣してやりましたら、これがもうみんな見る人も感動するけれども、彼らもこんな楽しいスポーツはないっていう、スポーツの魅力にあの虜になりましてね。で1チームできればいいかなと思ったら、もうすでに7チームぐらい今ラオスには誕生して、ASEAN の地域ではかなりいいところをやるようになる。 それに引きずられるように他のスポーツはっていう、あの要請もありまして、ゴールボール、柔道かなんかもね、それから柔道もですね、含めて、あの日本 の、 あの武道館の、あの ODA で立派なものが作られているんだけど、これはもう健常者しかやっておりません。ですからそこにあの目の不自由な人 の、 あの柔道選手も育てようということを含めながらですね、あのだんだんそのスポーツというものを通すと、スポーツの力ってのはすごいなと思ったのは、仲間が何よりもできること、で仲間ができて、それでその練習をする、それから試合をするっていうことの、人間で生きていく中の本能みたいなものがですね、スポーツの中に湧き出るんですね。だからこれをまた就労に使っていこうということで、まあこういう意味ではあの途上国の障害者アスリートというのは非常に少ないんです、ですからあのロンドンオリンピックこの前ありましたが、そこにはラオスはもう力持ちのウェイトリフティングの若者一人しか送れなかったんですね、まあ、財政的な問題もありましょう、それからスポーツの指導者がいない、それからスポーツは何たるかも分からない、場所もありませんしね、そういうことも含めながらですね、あの模索してたんですね。そこに今度
私もこのスポーツフォートモローなんていう掛け声が聞こえてきましたから、安倍さんにお会いしてね、安倍さんあなたのイニシアチブで日本のあのアジアでオリンピックはパラリンピックはもう今世紀は東京が最後だろうと、アジアの中の日本でやることを考えたらなんとかね途上国の障害を持ったあの選手たちをよりたくさん、そうですね、どこの国よりもアジアの国の障害者はもう全ての国から招くように、もちろん支援をしながらあの協力をしてくれってお願いしたんですね。そしたらそれを安倍さんがあの予算委員会でいやこの間八代さんから陳情を受けましたよって発言があったもんですから、あこれはいいあの担保取ったなと思いながら再三お願いをしながらですね、今ですからアジアの障害を持った、まあとりあえず私たちは小さい NGO ですから、メコン流域の5カ国の障害を持った人たちをまず選手育成して、最低でも1カ国5種目にはエントリーさせようという意気込みで、そうですか、今いやちょうどね、私どものパラリンピック研究会はですね、はい、ミャンマーとラオスとカンボジアとベトナムですね、はいはい、まあ、タイも含むかもしれません、はい、5カ国について今障害者スポーツの実態をね、はいはい、調査しておりまして、はい、何をしたらいいか、そうです、ねね、綿密に、ね、研究しておりますので、はい、もうそれ、まあ、ぜひご一緒に、ね、一つぜひお力添えいただきたいと思います、ね、ですからあの、まあ、あのミャンマーも含めて、あのメコン流域の5カ国、まあ、タイはもう立派な国になりましたから、タイとコラボして ね一緒に ね、 一緒にね、日本とタイがむしろそうです、ね、後の国々を協力をすると、指導すると、日本からいちいち指導者が行くのこれは大変ですから、ね、まあ、タイから呼んでというようなことも含めてね、今プロジェクト構想を練っているところでございますので、うん、ですぜひお力添えを、こちらこそぜひ今日ご一緒にね、はい、でまあ、一つ日本だけじゃなくてアジアのためにね、そうですよ、東京パラリンピックオリンピックをね、一つ、そしてまたあのメダルも確か必要かもしれませんが、そうですね、やっぱりその国の意欲を高めますからね、まあ、ラオスが一つでも金メダルを取ればね、大変、大変なことです、ね、大変なことですからね、大変なことですのでね、ですからそのためには、まあ、参加することだけにもあるけれども、うん、しかしそれには恥ずかしくない記録は出してもらえるように、ね、じゃあそれはどうするかって言ったら、もうその養成教育しかないわけですから、そのやっぱり支援活動をですね、あの日本のアスリートにも、もう OB 的アスリートにですね、為末さんとかいろんな方々にお願いしてですね、出かけて行ってもらって、 そして指導してもらって、そしてあの2020年にはこんなにアジアの国から障害者アスリートが東京に来たかという一つの思いをですね、達成したいなと思ってます。いや1964年の時もですね、まあ、やっぱりいろんな方のご努力でパラリンピックが成功して、その後フェスピックというアジアのですね、です障害者スポーツ大会がね、まあ、64年のすぐではありませんけど、まあ、何年か後かですけども、はい、まあ、それが、ね、結成される一つのまあ契機に、ね、はい、なりましたから、そうですよ、ね、ぜひ、ね、2020年もですね、何かね、そういう意味で世界の国際社会にインパクトを与えるようなね、はい、ものにですね、していただきたいと思っておるんですけどね。それと小倉先生どうでしょうね、私ね、こういうこと思ってるんですよ。ああ、この東京オリンピックパラリンピックでこれを実現したら世界はあっと驚くというものは、オリンピックとパラリンピックを同時に入場、うん、開会式をやってもらう、うんうん、そうするともう世界に名だたるスーパースターが車椅子の人を押して入場行進をするなんていう光景を想像しただけでですね、なるほど、もうインクルーシブな完全参加と平等 な、 なるほど、そういう一つの象徴が東京から発信できるなぁなんて思っていますので、オリンピックがあって2週間置いてっていうとですね、どうしてもパラリンピックは熱が冷めちゃうんですね、冷ややかになりますので、本当はまあ開会式は同時にオリンピックパラリンピックが一緒にそうですね、大行進をしてもらう、誰かね、全員は無理だと思いますけど、まあ、代表者をね、パラリンピックの代表者にも参加してもらうというアイデアはありえるかもしれませんね、はい、それでもう各国がもちろんパラリンピック委員会ももちろんみんなもうできていると思いますので、必ず一人はその誰かね、代表者に代表が入ってきて一緒に、一緒にパラリンピックもあるんですよということをですね、印象付ける、そうですね、はい、何かね一つね
そういう、そういう違った演出もね、考えなきゃいかんかもしれません。まあ、これは僕はあのもうあっちこっちでね、よく話してるんです。もう費用が大変だった。まああの国立競技場だけで費用問題でこんなに騒いでるからせめて一番あのいい効果的な費用は、もう同時開催だなんて言いながらですねあの一生懸命語ってますけど、はい、いやあの実はそのスポーツと並んでですね、まあ、ご案内の通りそのパラリンピックとオリンピックというのはスポーツの祭典であると同時に本来は文化の祭典でもあったわけですね、はいはい、今はだん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 まあ その面が多少薄れている気配もありますが、しかし大会によっては場所によっては非常に文化がですね的なイベントもまあ計画されているところもありますが、まあ、日本では今おもてなしとか言って、まあ、外国人観光客とかですね、日本文化のまあ発信のチャンスにしようという、まあ、それも大いに結構なことなんですが、やっぱりその障害者アースとかですねそういうようなものの世界的な、ね、大会をやるとか、そういうもう少しこの国際的な意味での、その障害者アーツをですね、非常に、注意を引くようなですね、はい、何かイベントなり企画をね、したいと思って、まあ、日本財団の方で過去3回ですね、はい、アジアのまあ障害者アートのねパラアートですね、パラアートですね、はいはい、まあ、これは日本国内じゃありませんが、まあ、ミャンマーとか外でね、はいはい、やってこられたようですが、まあ、今度は日本ですから、まあ、日本の国内でね世界のまあいろんな意味での音楽もあれば、そうですよ、ね、芸術もありますが、絵の展示会もありますが、はい、何かですね、そうですね、いいことをねしたいと思ってますね。新国立競技場がどういうあのフロアをはじめこう周りが ですねできているか分かりませんが、そこにむしろあのパラリンピック参加国からあのアートをですね展示をしてですね、でこう見てもらうというようなことを考えながら、実はあの東京チャリティー協会の高木さんっていう会長さんがおられるんですが、その方がおっしゃるのには、今おっしゃられましたようにアジアのミャンマーとかそういうところの障害を持った人たちのアーティストの作品をなんか展示会をして、あの日本財団にも応援をしていただいたなんて話を聞きましてね、ああそうするとその2020年にはそういうそのアートも一緒にあの文化としてですね、あの各国の代表者の中に全く重い障害を持った人たちが描く絵とか作品なんていうのもこれも感動しますので、そういうその展示をあの新国立競技場の壁面にですね、壁面に飾っていくようなことをちょっとこれは小倉先生に提案でもしてもらおうかななんてふと思ってたところだ。あ、そうですか。いや実はね長野のね、あの1998年の長野オリンピックの、あのスケート、有名なスケート競技場、あれまあこの間ですね、まあ、どうなってるかと思って来ましたらね、あそこは今オリンピックパラリンピックの展示場というのがモザイク変わってるんですが、はい、あそこに行くところにですねずっと彫刻がありましてね、はい、各国が参加した国がその国をどういうふうに、まあ、イメージしたらいいかっていうんで、うん、その国をなんとなくイメージするような銅板の彫刻がずっとあるんですな、はい、入り口のところに、はい、であれはなかなかですね面白いね企画だったと思うんですけども、そうですね、何かやっぱりそういうせっかくのチャンスですから、芸術とスポーツがね一体化したようなね試みをねぜひどっかでね、そうですね、企画してねやらないかと思ってるんですがね、スポーツはできなくても自分の能力は口に絵筆を加えて書くことだなんて話聞きますとね、そうした人たちのあの作品を見ると感動しますよね、ですからもちろんスポーツの感動ももちろんですが、そうした、障害が重いがゆえに残された能力はそこしかないんだっていう人たちの、まあ、一つにスポットを当ててあげるっていうのも、まあ、ぜひこの東京パラリンピックの大きな文化の足跡にしてほしいですよね。そうですね、はい、ぜひねそういうことにね大いに皆さんが ね、その意識を持ってね、はい、やっていただくとね嬉しいと思うんですけどね、はい、その車椅子でね国会議事堂でね入られたのはね先生が初めてじゃないかと思いますが、はい、当時、はい、議員会館とか国会とかねなかなかそういうその便利がこうなくて難しかったんじゃないかと思いますが、あのどこの役所もそうでしたね、
当時は、大蔵省は階段が何段あるから格が上だとかですね、なんかバカなこと言ってましたよ。それで私たち国会議事堂の見学に傍聴に行こうって言ったら、車椅子は傍聴できないっていうことを初めて知ったんですね。あ、当時傍聴もできなかった。できなかったんです。それから議員会館に陳情に行きますと、表は階段が12、3段ありまして、で裏へ回って貨物エレベーターがあったんです。それに乗って陳情する議員さんの部屋へ行ったっていう経過を知ったもんですからね。ああ、これはもう何を変えるよりも国会議事堂が車椅子が入れるようになることが大切だという思いが、実は私を政治にかきたてた一因なんですね。それから一人じゃ何もできないけれども、一人が始めなければ何もできないって言葉がありますけども、まあ国会は国の政治の象徴ですから、そこに車椅子が入れないっていうのに、我が党は福祉よってのことをどこも言ってますのでね、なんだ傍聴ができなかったのかいうな、ね、もちろん盲導犬もダメ、杖さえもダメという時代がありました。ですから私はそういう意味でも、車椅子を国会へというスローガンでですね、まあ、キャンペーンしまして、でこう全国を回りますと、今度は車椅子で使えるトイレも各市役所なんかにはどこもないんです。そういう時代だったんですね。ですからいかにそういう意味では障害を持ったっていうことにおいて施設に入るか、家の中で障害を負えるかっていう、もう道はもう非常に障害を持った人たちには限られた人生だったんですね。ですから、まあ、やっぱりみんなが人間として社会に出て共に生きていくっていうものを作るには、まず国会から変えなきゃダメだっていうんで、まあ、私が全国に訴えて、おかげさまで当選させていただいて、で国会議事堂が改装することになったんですね。ところが改装するにもどう改装していいか分からないわけです。ですからそういう専門家がいませんから、ああすればいいのかな、こうすればいいのかなっていうと、どんどんそろばんの玉は増えていく一方で、当時ですね、まあほったらかしにしておけば30億ぐらいかかったと思います。そのくらいだけど、私はその時に国会議事堂の事務局に行って、なぜ私の意見を聞かないんだと、当事者に、当事者は知恵という財源を持ってますよと、私が車椅子で生活していくという上に、いろんな知恵を駆使しながら自分で考えてきたことがいっぱいあるから、ぜひ国会議事堂でもそれを取り入れてほしいということで、いろいろ点検しましたら、例えばおトイレも3.3 平米なければならない、スロープは斜度が7度でなければならない、なんていろんなこうマニュアルがありましてね。でそんなものじゃなくて、車椅子がどう使えるか、どう車椅子の人も健常者も一緒にできるかというような話をしながらですね、結局参議院で改装した費用は、ね、5500万円ぐらいで上がったんです。そうですか。5500万円。あ、そんなに安くできるなら衆議院もやろうって言ってですね、衆議院も一緒にやったんです。あ、そうですか。ですから私が衆議院に移ってもですね、何の心配もなかったんですね。だからそのくらい、まあ、当事者っていうのはいろんなこう気持ちを持ってますから、いろんな生活の不便さを感じてますので、それをそのやっぱり地域でもこのバリアフリーの世の中を作るためにもやっぱ大切だと思いますから、今いろんな例えば新国立競技場もですね、もちろんそのバリアフリーの専門家いると思いますが、当事者がね、そういう研究会のチームに入っていろいろこう意見を述べるっていうことが大事だと思いますね。それから初めて国会議事堂に車椅子が入れるようになったきっかけを作ったわけですね。そうすると役所も、日本のまた行政は右習いですから、と各役所もみんな車椅子でも入れるように、陳情ができるように窓口になるようにいうことがずっと広まっていきましてね、で今それがやがてバリアフリー法という法律に変わっていって、で今はもうだいたい地下鉄も山手線も新幹線もいうような状況でした。ですからまだまだ不十分なところはいっぱいありますけども、まあ、一つの、まあ、一石を投じたという思いを大変ですから、まあ、人間というのは歩ける人と歩けない人しかいないんだと、歩ける人にとって便利な社会は歩けなくなると不便になるけども、歩けない人のことを考えて社会を作れば歩ける人に何の不便もないというですね、まあ、人間はやがて老いていくっていうことを忘れないで、
みんな誰しも障害者予備軍であるってことも忘れないで、でまあそういうものを作っておいて、出来上がってからああ福祉のことを忘れていたとなると超過負担もかかりますから、最初のうちに作っちゃえばいいんですよ。ですからもう建設、当時の建設省に行ったことは、もうすべての公共物、準公共物はすべての人が利用できるように設計施工されなければならない、この一文だけ入れればバリアフリーになるはずだってなことを言いましたが、なかなかの場所とか費用とかいろんな問題で、あのバリアは高かったですね。先生はあの郵政大臣もね、なさいましたけども、はい、そのバリアフリーという時にですね、物理的なバリアフリーもあれば精神的なバリアフリーもあるんですが、はい、もう一つ重要なのは情報のバリアフリーですね。ですからその特定の情報がなかなかですね、特定の障害を持っておられる方にはなかなか伝わりにくいと、はい、今もつは健常者 であってもですね、はい、それはパソコンを使えない人というのがたくさんおられるわけで、はい、つまりそういうその情報バリアをですね、これからもなくしていかなくちゃいかんと。そうですね。ですが、その点は今度の東京オリンピック・パラリンピックを機会にですね、そういう点についても何かね、はい、促進できないかと。この間僕は朝勉強会で NEC の方がですね、藤井さんっていう方でしたがね、あの講師で来られて、でその後、いや素晴らしいアイデアで、あのいろいろいいお話で、僕メールをお送りしました。ぜひこの ITC を使って、例えば日本から発信して途上国のアスリートを育てるために東京から発信してね、そしていちいち講師が行くのは大変だから、そこをネットで結んでやる方法も、あの新しい時代の情報、そしてまた障害者のスポーツ育成に役立つんじゃないでしょうかっていうメールを差し上げましたら、近々ぜひ、あの日本財団を伺って、でそのことでちょっと勉強したいなんてメールの返信が来ましてね、私も大変嬉しかったんですが、ですから私が郵政大臣の時にまずやったことは、すべての郵便局をバリアフリーにする。ああ郵便局ね、でも小さいところもありますからね、だから大変ですもう。ですから2万6000あったんです、これ全部バリアフリーにしたんです。なぜか、やはり障害を持った人たちは向こう三軒両隣が世界なんですよね。ですから車椅子で郵便局へ行く、それからあの年金を下ろすとかいろいろ郵便をやるっていう、その窓口が、しかもその郵便局でやっぱりこれはもう地域の行政の補完的な役場にして、それからまあ、あの住民票とか印鑑証明も郵便局で取れるようにして、しかも今度は情報というそのパソコンを膝に一丁乗っけとけば、アフリカの友達も作れる、それからアメリカの友達も作れる。しかし車椅子だとそこまで行くのが大変ならば、そういう情報を通して障害者はあの世界の仲間と一緒に頑張ろうっていうようなことを提唱しまして、ですからあのちょうど情報通信の初期の時代でしたので、まあ私もあの情報通信のために、当時中曽根博美さんが文科大臣でしたが、とにかく子どもたちにもパソコンはおもちゃのように使う時代を早く作ってくれと、でパソコンを通して情報ネットワークを作って、障害を持った人たちにとってはこのパソコンというのは一つの生きる武器になると、自立の武器だということをやりましたので、あの随分これは普及しました。普及しましたので、これをうまく2020年に向かって使うようにしたいと思いますし、それを使ってまた途上国のアスリートの育成のために使いたいと思いますので、近々お会いするんですが、あの藤井さんとの、それがあのうまくまとまりましたコラボレーションで、これをでそしたらこの日本財団にそのアンテナ基地を作って、ここからいろいろ各国に発信して、いやまさにねやるっていうことが大事だと思いますね。ですね。ですからそのパラリンピックサポートセンターもですね、何も日本の選手の育成とかですね、はい、に間接的にお手伝いするというだけじゃなくてですね、はい、やっぱり国際的なですねこともやらなくちゃいかんと思っておりましてね。そうですね。何年かね、大事なことだと思います。ね、これはもうですからまさにその IT の時代をうまくこの東京オリンピック、パラリンピックで使われることが大事だと思いますね。まあ、一つよろしくお願いいたします、はい、頑張りたいと思いますので、今日はどうも大変ありがとうございました。どうもありがとうございました。